ブランチスイートはアメリカ合衆国のサイレント映画女優。ハリウッド映画産業の最も初期の頃から経歴を開始している。サラ・ブランチスイートとしてイリノイ州シカゴの芸能一家に生まれる。父親は家族を捨て、母親も彼女を産んで間もなく亡くなったので祖母に育てられる。生活のため生後18ヶ月でベイビー・ブランチとして初舞台を踏む。1900年。 4歳の時に、モーリス・バリモアが主演する、ザ・バトル・オブ・ザ・ストロングという舞台に出演。10年後に、D.W. グリフィス監督の映画で、バリモアの息子ライオネルと共演することとなる。10代の頃、ルース・セント・デニスからダンスのレッスンを受けている。1909年、祖母と共に、ニューヨークにいた時にバイオグラフ・スタジオと、エジソン・スタジオの面接を受け、校舎で、エキストラ出演をした後、 短編映画、A-Man with Three Wives でデビューした。女の叫び、ベスリアの女王バイオグラフスタジオの D.W. グリフィス監督と会い、エキストラを経て、メアリー・ピック・フォードと並ぶ主演女優となった。後に、リリアン・ギッシュが登場。3人の女優の個性は他と比べようがないほど多様であった。1911年に公開された、グリフィス監督の女の叫びは、 スイートの同社で最も有名な短編映画である。初期の特筆される主演映画として化粧なしでは異性を弱つけられないという脅迫観念にとらわれた複雑なヒロインを演じた短編映画ザ・ペインテッド・レディが挙げられる。1975年1月23日付のニューヨーク・タイムズのビンセント・キャンディは監督と主演女優のちょっとした力技と評している。 バイオグラフでグリフィスとスウィートが組んだ最後の映画がタイトルロールを演じたグリフィス初の長編映画ベスリアの女王である。その後グリフィスはバイオグラフを離れスウィートも従った。1914年新天地ミュージュアル社で主演女優として暗黒界ホームスイートホーム恐ろしき人よと立て続けにグリフィス監督作品に出演。 スイートは当然のごとく、国民の創生のエルシー・ストーンマン役は自分に回ってくると思っていたが、キャスティングされたのはリリアン・ギッシュであった。その代わり、セシル・ビー・デミルから高額でオファーを受ける。この時グリフィスに引き止められなかったことに傷つき、その後は他元を分かつ。これまでの恩義に感謝するには若すぎ、彼の晩年に一度も会わなかったことを長年後悔する。 1915年、日本のデミル監督作品、ザ・ウォーレンズ・オブ・バージニア・ザ・キャプティブに主演する。1917年まで、フェイマス・プレイヤーズでさらに17本の映画に出演した。スイート自身は、ザ・ウォーレンズ・オブ・バージニアとザ・キャプティブを評価しておらず、1916年にセシルの兄、ウィリアム・シーデミルが監督したザ・ラガマフィン・ザ・ブラックリスト・ ザ・ソヤーズを高く評価していた。1917年には最初の夫となるマーシャル・ニーランの監督作品、ゾーズ・ウィズ・アウトシン、ザ・タイズ・オブ・バーナゴット、ザ・サイレント・パートナーに出演。ニーランがまだバイオグラフの俳優だった時に二人は出会っていた。1917年にフェイマスプレイヤーズイコールラスキーを離れ、約2年間スクリーンから遠ざかる。 この時期については口を閉ざしており、薬物中毒に陥っていたと推測されている。1919年にマーシャル・ニーラン監督の独立経営がザ・アンパーデナブルシンで復帰を果たした。この後は作品を選びながらコンスタントに主演作が続く。1922年にニーランと結婚。海の洗礼、ジョージカイ・マリオンと、 この時期の代表作と言えるのが、友人オニールの戯曲の初映画化、海の洗礼である。トーマス・ H ・インス制作、ジョング・ディフィス・レイ監督、ウィリアム・ラッセル、ジョージ・カイ・マリオン、ユージニー・ベッセラーが共演した。インスは映画化権に3万5千ドルを費やし、16万5千ドルの制作費をかけた。九百三十年にトーキーでリメイクされた際にタイトルロールを演じたのは、 クレタガルボで、スウィートは再び自分に声がかからなかったことを、残念に思っていた。1924年、ニーランとスウィートは監督と女優のチームとして、メトロゴールドウィン・ベイヤーと独立資本で制作した、長編映画を MGM を通して配給するという、契約を結ぶ。日本のみが公開された後、MGM とニーランの間で契約をめぐり訴訟となったが、なぜかスウィートに、 ルイは及ばず1930年にも MGM 映画に出演している。1926年、ニーランとの最後の映画となるパラマウント配給の外交に出演。1929年にはニーランと離婚した。トーキーの時代になり女優として終わりが近づいてきていた。子供の頃に舞台女優経験もあり美しい声も持っていたが、20年というキャリアは 若さと新鮮さを求める業界にあって長すぎるものであった。1929年、バイタフォン短編映画、オールウェイズフェイスフルに出演、スウィートの声が収録されている。出演した3本のトーキー映画、ザウーマンラケット、ハリウッド清水期、銀鱗に踊るはすべて1930年に公開された。ハリウッドを去った女優が現実世界でできることはあまりなかった。 1935年、俳優のレイモンド・ハケットと結婚。同年ブロードウェイで、ロバート・イーシャー・ウッドの舞台、化石の森にサブヒロインとして、出演、主役の男性二人、ハンフリー・ボガートとレスリー・ハワードは後に、映画版、化石の森にも主演したが、スイートには、ワーナー・ブラザースからお呼びはかからなかった。ラジオや、初期のテレビに、時折出演はしたが、しばらくは、 ロサンゼルスの百貨店の店員として務めていた。1958年7月7日、二人目の夫、レーモンド・ハケットが亡くなり、ニューヨークに転居。同年11月、現役復帰を表明し、NBC の連続テレビドラマ、影なき男へのゲスト出演、ダニー・ケ主演の5つの動画への亀名を出演を果たす。九百六十年、CBS の連続テレビドラマ、 ドビーの青春の第1シーズンの1エピソードにゲスト出演。スウィートは2回結婚している。映画監督のマーシャル・ニーランと1922年に結婚したが、ニーランの飲酒が原因で1929年に別れた。1935年、6歳年下で俳優のレーモンド・ハケットと結婚、共に再婚であり、ハケットには5歳になる息子がいた。 1958年7月7日、オット・ハケットが、長疾患により55歳で死去、未亡人となった。1986年9月6日、脳梗塞によりニューヨークの自宅で死去、90歳であった。後に、彼女の遺体は、ブルックリン植物園に巻かれた。映画界への貢献により、バインストリート1771の、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにブランチ・スイートの、 星型プレートがある、モンタナ広告、ありがとうございます。